くで。お姉ちゃん、自己紹介は葵です。また懐かしいゲーム持ってきたね。ゴミ雇い主の掘りが安いからって買ったみたいやね。誰がゴミ雇い主だ。ち、聞こえてたか。今日は冒頭のチュートリアルと序盤の装備集めて旅に出るとこまでゆっくりとボイスロイドでやっていく。次回以降は私が V になったりならなかったりして遊んでいくことにする。たまにゆっくりもやるが。そうじゃないと私たち出番ないもんね。なおこのチュートリアルは知らないおっさんを操作することになるので。ところでエルデンリングはやらないのか。明かりをつけましょう。もちろんやっていくさ。ただし配信する時間があんまりなくてな。さて基本操作は PS3 の時と同じなのでサクッと進んでいくぞ。我々も先を急ぎましょう。ここで得たアイテムとかってどうなるの？もちろんなかったことになるキャラじゃないからね。長き我々の戦いもこの地で決着がつくでしょう。わざわざ姿を現すとはとんでもないアイテム装備しています。先に気をつけてください。そりゃドラゴンですからね。ドラゴンだからね。各社員、我の元へ来るがいい。モンハンだとあれはミラボレア級だな。こんな場所に。さてさて出ました。知らないおっさんおばさん長官どこでもドアですね。我々は各社様の導き感じます。ドラゴンの気配を。こいつら感情ないくせによく喋るんだよ。ないわけではないぞ。こよりの一気だけで。気をつけて。これ以上やつの前に気をつけて。気をつけて。またまたひどいのです。全然動くのが全滅のようです。この程度の相手なら私がそこから落ちると大怪我しますよ。やつら士気が上がるとやつらです。ゴブリンは一つ見えないね。モルルが危険はしないか。集団で出るので曲がせすぎだね。赤ブーム音がうるさいので次回以降調整しておくので今回は我慢してね。雪に炎の力を。力を合わせた結果です。かつてはこの神殿への道は参道としても決まってください。とりあえずこのまま進むぞ。奴の気配は間近です。油断せず前へ進みましょう。他に生存者はいないのでしょうか。こっちに来てください。何が出るの？ライオン。さあ、先の楽しみやな。そこから落ちると大怪我しますよ。何か異質な気配を感じる。やつの獣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 。力を合わせた結果です。炎の力を付与します。スノーハーピーがいます。ここにも人間が。炎の攻撃を加えます。地上に引き寄せて仕留めましょう。冷凍時の攻撃が届くはずです。ちなみに仲間のこの演出はバスターオプションでも効果できなかったっけ。力を合わせた結果です。遺跡はすでに魔物らによってこっちです。ひどく荒らされていますね。トムゴブリン手強い相手です。とりあえず倒します。攻撃が届くはずです。
距離系がやりやすいんだ。近接型で行くべきではないな。早く奴のいる居城に向かいましょう。目指す場所はこの先です。少々お待ちください。しばらくすると勝手にムービーが流れます。生き残りがいたい。生存兵たちです。彼らに従いましょう。カッシャ様、こっちです。目指す場所はこの先です。ドラゴンはこの先のはずです。すべて案内を。魔物に怯え身を潜めていましたが、カッシャ様、こっちです。スノーハーピーがいます。残念ながら我が軍勢は総崩れです。奥の大きなと。兵器の戦い方としてはまず面倒な蛇から切り落とします。まあ全体化してから本体を倒すのがいいかも。ヤギの頭を蹴りながら寄り添いに行く。ヤギ頭の鳴き声は別の魔力なんです。実際の蹴りの毒が扱うような。どこに注意してヤギの頭を倒す。振り落とされるのが注意です。今回は総攻撃で倒すんです。意外としぶといんだよこいつ。
ャラメイクだが、メインは女性キャラ、ポーンは男性キャラでいこうと思う。なんで両方とも一緒でいいんじゃないの？いわゆる見た目の問題なんだよな、装備って。だから両方の性別があった方がいいんや。ちなみにこんな感じでまあまあの出来になったが、どうせ無理でブサイクになります。緊張緊張、神聖なる予言によればドラゴンの目覚めは近い。生まれある両王の一軍に加わり、あの邪悪なるドラゴンを撃つ。いざ時はこれに剣をその手に。なんなら逃げてもっていうの。
いことになってたね。これから冒険に出るが、装備を買うのにお金がないから、その辺からアイテムをかき集めて撃って集める。食用はとりあえずファイターで。ちなみに宝箱以外は確かアイテム復活するので、その辺からアイテム集めるのが序盤お金稼ぎになるよ。お店のレジ裏にお金があるので、そこは要チェックですね。それって泥棒なんじゃ。この世界では大丈夫みたいだよ。とりあえず何でもかんでも集めて売るんや。ちなみにこのゲーム、データは一つしか保存できないが、移したりして他のデータをコピーしたりして、サブキャラとか作っちゃうとメインで使ってた方に48時間ペナルティが入ります。どんな拾えるアイテム全部小石になるんや。それはえぐい。生命に別状はない様子なのですが、心臓の音がしないのです。我が元へ。心臓が、なんと何かの呪いなのか。ドラゴンが現れた上、そのような不吉の兆しまで。気をならばいいわ。ともかくここは頼むぞ、キナ。私は村を見てくる。わかりました。体は大丈夫。とりあえず今回は序盤でエクヤ H に行って終わろうと思います。それまでは装備集めだね。動画外でサブクエストなど処理しながら進んでいきます。それまではゴミなど拾って資金集めだね。あと調合もできるので、調合次第では売却額が増えるよ。それじゃ行きましょうか。もうちょっと待ってや。ほいさ。調合先探しだね。楽しみよね。逆に今みたいに劣化物もできるので注意だね。いろいろあってなんだかわからないですね。それも新鮮でいいんだよ。それじゃ、出たすぐ目の前の崖にアイテムがあるので取っていこう。
心者は知らないと思うが、この下の崖にホラー穴が2つある。慎重に降りれば死なないので安心してや。思い出したぞ、時間はかかるが宝箱も復活するわ。それじゃあ何回でも開けられるね。とりあえずドブロクとか結構いい値で売れるから売ろう。調合しちゃったけど、気にせず調合はいっぱい試してみるのがいい。ちなみに上には魔物がいるから入ると死にます。ゴミ回収でもしよう。資源回収やな。ちなみにあとあとここにサブクエやらで戻るので、もう来ないわけではないので安心してね。まいったな、水際に魔物が出てきやがる。お前も足…うるさい、余計なお世話や。ドラゴン騒ぎの怪我人のため、あんた、悪いけど、そこに置いてある、それなりの量がいる。釣りの材料を取るサブクエだね。こういったサブクエは動画で流行らないので、次回以降の配信等ではしっかりありますが。サブクエまでやったら、多分時間もっと増えて、編集が大変だよ。せやから今回はメイン中心で進んでいくんやで。そんなわけなので配信等でぼちぼちやってたりするのでよろしくです。さてさて、資源集めの続きをしに人様の民家に泥棒に入ってます。これはエンジョマンや葵、決して泥棒ではないんや。住居侵入、器物破損、窃盗、立派な犯罪ですよ。この世界にそんなのは関係ないな。ちなみにこの村ではこういった村人に危害を加えても大して影響はないが、大きいとこなどは捕まって逮捕されるので注意。マジですか。ちなみに出るには5000ギガ必要です。足りないなら全額没収です。前に投獄され痛い目にあったので町では口は出しません。暖かいとこに特定宝箱があるが、うっかり落ちるとまれに即死するので、こまめにセーブすること。私は何回かやってしまっているので。意外と取れるって飛んでわずかに届かなくて、あえらっちまったって時もあるよね。なるほど、勉強になります。ちなみにあの先がさっきいた場所ね。
けのわからない場所に宝箱があるので、しかも毎回同じものが出るとは限らない。すぐに装備が出たと思ったら、次開けた時はマントでした。なんてさらにあるからね。ちなみに技で木箱を破壊した方が早い。だが間違って村人などに当てるなよ。好感度が下がったり逃げたりして帰らんこともある。まあ町などに入り直したらいいけどな。さっきも言ったが、大型の町などでは投獄されるので注意やで。どないしたんや、おい。夢中でゴミ収集している猫や。離れすぎやで、おい。いや、アイテム集めがこんなにも楽しいとは。お金にこれから変わると思うとワクワクしちゃうよ。あんたさ、ベニータの頼み事を聞いて花集めするらしいけど、寺門自慢の出歩くなら十分準備してからにしな よ、 バランス悪いよ、ね、特に夜は魔物も活発になる。まあうちの宿を利用。じゃあどうするね。どっちも一つ気をつけてな。あんたさ、特にうちの宿、じゃあどうするね。気をつけてな。そろそろ装備でも買ってこようかな。任せたよ、お姉ちゃん。ちなみに動画外でもう少しお金集めました。とりあえず現状の装備はこんな感じだ。掲示板からサブクエが受けられるので、こっちも動画外や配信などで処理していくこととする。さて、ここからはムービーが出るので一旦消えます。今しがた現れた男、ポーンと呼ばれる連中でな、どこか違法の地より忽然とわしらの前に現れる。どこか得体の知れぬ者たちだよ。奴らは人間ではない。外見はほとんどわしらと変わりないが、人なら持っている意志や感情がとても希薄なのだ。そもそも奴らは戦徒として、いわゆる傭兵のような役目を生き様としておる、うん、村の西方にドラゴン討伐の兵を集める宿営地があるのじゃが、ちょうど今兵士を募っておるようだから、そこに行けばお仲間がたくさんいるじゃろう。奴に付き添ってそこを訪れてみてはどうだ。お前のもとにポーンが現れた理由がわかるやもしれん。
営地へ向かう前に村の店で旅の支度をするといいでしょう。チュートリアルでも分かったが、ポーンはよく喋る。増えれば増えるほど手段も来る。夜にしかゲットできないアイテムがあるか、それは別の機会にする。今は野営じゃなくて宿営地に行くのが先決やな。なのでこの後宿屋を利用します。効果探しは昼までないと無理です。おっせ、旅の準備は。あんたさ、特にうちの宿、じゃあ、気をつけてな。もう寺門地門で固定化されてますけど。じゃあ、どうするね。無理せず、あいよ。ベッドがたくさん並んでますね。ここで休めそうですね。木の爪は大事だからな。常日頃からやっていく。確かここってゴミしかないぞ。拾えるなら何でも拾うさ。結局大したことのない高台であった。昔の記憶が曖昧だから忘れている。ちなみに私はグリフォンまでしか進んでないので、その先は全くわかりません。なら、その先は新鮮な世界が待ってるね。うむ。何をしているんだ。取り残しがないか確認中。まあ復活するからしばらくしたらまた来よう。煙突にはなぜかお金があるんだよ。まあ知れた金なんて今回はいらないけど。見た感じ大体の場所はゲットしてきたので、そろそろ進みたいと思います。ここでのんびりしてもええのに。それじゃ装備買った意味ないんだけど。どうした。後々この井戸の中に入れます。この時ボタンを押さないと出れないの忘れていた。アホー。とりあえず買い物が必要なのかと思い買い物に行く。この干された魚は保存用でしょうか。みんなあんまりしな。またいつでも。みんなあんまりしな。そういえば普通にボタンを押して出るのを今思い出した。どうした。寺門地門にまだ用事あった。あんたさ、特に夜は。まあ、じゃあ気をつけてな。寺門地門にアイテム預けようかと思ったがやめた。それじゃ、行きましょうか冒険に。さあ、宿営地へ向かいましょう。道に沿って進めば宿営地に着くはずです。私への金を返す。
の討伐やらも進めていきながらメインクエをやります。昼に咲く花は大きな木の根元にあるそうです。業者ですか。実際何でもやらないと各社としての使命が。だから俺は何でもやるのさ。時には薄汚い汚れ仕事もやるかもしれないだろ。冒険にはそういった闇の部分もあってもいいと思う。確かにな、 RPG にはしっかりと闇が必要だしね。鉄塔にあったらレベルが3になっていた。ゴブリンがいます、気をつけて。ここはゴブリンがいるからね、部屋出てきますよ。ところでルークはどこを狙っているんだ。大きな木があります。これが小袋の金ですね。我々の勝利です。まあ序盤でゴブリンに追いつけたらこの先進めないので、このままに回りたいね。今のうちに戦いましょう。こいつら待てー、そこのゴブリンめ、俺が相手だ。前のことをしただけだ。敗北の地下攻勢に出ましょう。アイテム収集も忘れずやろう。道中の街道はゴブリンしか出ないのでカットしました。このまま道沿いに進めば間もなく宿営地に到着します。あの海岸の崖にも宝箱があるんだよね。上から行っても危ないし下からも危ないので、あえてここは上から飛び降りてみます。もしかしたら即死もありえるので、痛かったがなんとか耐えれたね。まあ宝箱からアイテムでももらっていきましょう。見晴らしのいい場所です。ジャッジハンマーだってお姉ちゃん上級職の武器だね。今は保管しておこう。最悪、売っててもあるけどな。とりあえず宿営地に入って今日は終わろう。体中が濡れてしまいました。次回はボーン作成とボスが何回か出るので、ちなみにボーン作成は動画外でやります。モンハンみたいにデータが3つあれば楽なんだけどね。同じ格好性でも違うんだよお姉ちゃん。そこは
お疲れ様でした。それじゃ今回はここまで。解説はことの端まいでした。おーおーいいいい、俺もいるんだが時折笛になるのですが。私ようこそ付近にリマ。私の声が届いていますでしょうか。次回以降配信等で会いましょう。堀でした。